長岡市の小学生が能登半島地震の被災地で被災者を励ます花火を打ち上げようと募金を行ってきました。このほど打ち上げ資金が集まり、今週末ついに花火が打ち上げられます。ありがとうございます。今日は募金に来てくれてありがとうございます。この募金のお金を石川県の皆さんの笑顔につなげられたらなと思っています。長岡市立豊田小学校の6年生は、総合学習の時間に能登半島地震の被災地、石川県七尾市の小丸山小学校とオンラインで交流してきました。その中で被災地にできることがないかと考えた児童は、長岡を象徴する花火の能登での打ち上げを思い立ち、7月下旬から募金活動を始めました。これまでにおよそ3200人が募金に協力。先月末には地元企業の寄付も寄せられ、花火打ち上げへの資金が揃いました。募金活動ってどんなところ大変だった？たくさん声を上げてみんなに知ってもらうっていうのを目標にしてたので、たくさん集まってくれて嬉しいです。僕たちの花火を見て元気になって復興に向かって進んでほしいなって思います。今回こういう形で、豊田小学校さんから声かけていただいて、バスの手配を当初させてもらってたんですけども、その上に伴って、募金活動の部分してたんで、微笑ですけど、寄付と子どもたちの思いが分かればいいかなというふうに思ってますけどね。花火は長岡花火財団や長岡と石川の花火業者の協力で、今週末の6日石川県の七尾西湾で打ち上げられます。児童も当日七尾に向かい、打ち上げを鑑賞する予定です。